今日はね、新しい教則本のレコーディングが、撮影がありましてですね、今日は曲を撮ってまして、一応予定では明日、フレーズを撮ったりとかパターンを撮ったりとか、なんかそんな感じでやっていこうと思うんですけど、まあ今ちょっとね、撮り終えて、ご飯を食べて休憩しようというところです。昼ご飯は何でしょう。今日の昼ご飯はですね、ハンバーグ唐揚げ弁当。イエーイ。僕は唐揚げがあればもう生きていける人間なので、唐揚げを食べてこれからの撮影も頑張りたいと思います。じゃあ唐揚げ食べてください。はい。いただきます。うん、食レポお願いします。美味しいですね。やっぱりジューシーな、やっぱこう大将の情熱がやっぱ感じられるというか、前日の仕込みの具合が垣間見える唐揚げですね。ラストですが。ありがとうございました。今からあの最大の大ボスである紅を取ろうと思います。ツーバス炸裂させていこうと思うんで、楽しみにしてください。特殊なセッティングです。はい、はい、小泉氏、はい、何をやってるんでしょう。外しちゃいます。まさか紅スペシャルにするっていうことですね。行っちゃいましょう。フレナイスペシャル全部入りですね。こってりそうやな。音聞いてダメだったらまたつけます。これ以外は持っていくことはないんですけど。確認しましょう。俺じゃないですか。これで。どうなの。これで終わりです。終わりです。はい。475本です。すごいっすね。テイク数は869。過酷やったー。修行ですね。これ。いや過酷でした。いや長かった、マジで。ちょっとあと1週間ぐらいはちょっと見たくないですね、もうこれ。終わりです。止めますよ。はい、止めましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。勝ってね。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。染み渡ってます。